千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代の女性ですが歯がグラグラするのは何が原因でしょうかということで、40代の女性ということで、40代学生時代を経て就職して結婚、出産、育児でとても自分のために時間を作る、ということをしてこなかったのかなと思います。なのでその40代でツケが回ってくるという感じですかね。と虫歯にしても歯周病にしても、とやはり40代になるといろんなところにガタがきます。体中そうですよね。なので今回の場合は歯がグラグラになってしまったということで、健康な歯茎の状態がこの状態で、歯周病にかかってしまった歯茎がこういう状態、腫れていて出血がしやすいです。で、骨を見てみましょう。とこのようにこのようにと骨が溶けてしまっています。そうすると歯を支えている骨がないということで歯がグラグラになってしまいます。それが全体的にこういうふうに限局してボンってな歯周病が進行するのではなくて、全体的に骨を溶かすので全部の歯が少しグラグラする。またまあまあ、進んでいる方だと、普通にご飯食べてると歯が揺れてしまうというような状態になります。なるべく早めに歯医者さんに行って、残せるうちに歯周病で歯を抜かないといけない状態ということももちろんあるので、なるべく早めに自分のために、残りの人生まだ半分以上あります。今までの時間よりもまだあります。歯がない状態でご飯が食べられない、ご飯食事を選ばないといけないというのではなくて、何でも美味しく食べて健康な体づくりということで、なるべく早めに歯医者さんに行って検査、治療とメンテナンス、定期検診の順番でしっかりと守っていくようにしてい、ってほしいなと思います。詳しいご質問、ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。